未来の鑑定士発掘バトル。やばい。はい、はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。今月のカードはレムリアンカードです。今回は結婚運でございます。結婚運でございますよ、はい、さあ対戦相手は誰でしょう。はい、くるるちゃんとみずきちゃん。いっちゃいなさい。はい、もうこの結婚運をくるるが鑑定、はい、ドンじゃん。あ、おお、鑑定開始。ちょっと自分に自信がなくて、好きな人ができても自分の本当のことを、本当の気持ちを伝えられない性格だから、自分の心の中をちゃんと相手に伝えれば、あのうまくいって結婚できます。そこまで。頭の中、それから心の中っていうのが、いろんな感情とか思考っていうのでぐちゃぐちゃになっちゃってんじゃないかなっていうところもあるので、ほどいていくっていうことに時間を今は使っていった方が、素敵な男性と出会う確率っていうのも多くなるし、どちらかというと自分を愛する時間を積極的に持っていってくださいっていうカードになります。だからこうなんですね、カードが。そうね、こうね、めっちゃ速いスピードで動いてるの。はい、まあ、頑張ってくれたので、じゃあ65点で。65点。ありがとうございます。さあ、ドン。またホイを引いたな。鑑定開始。このカードは稲妻が落ちてるっていうことから、今ビビってきた人と、もう結婚しちゃえよみたいなになっております。そこまで。自分のそのインスピレーションっていうのをもっと信じましょうっていうカードなんですね。自分がね、あ、この人だっていうふうに思う人がいるなら、やっぱりそこに飛び込んでいった方がいい。アンテナが高い方だから、自分が感じることを信じなさいと。あ、この人ちょっとダメだなって思ったら、その好きっていう感情でそれをねじ伏せないで、自分が最初に思ったことっていうのを優先してくださいっていう、そういうカードになりますね。わかりました。で、何点でしょう先生。はい、73点で。73点お、出た。さあ、ということで今回の勝者はももこちゃん。